阪神競馬場第1レース2歳未勝利戦芝の外回り 1600m 出走馬9頭です。 JRA では今週から2歳未勝利戦が幕開け、先ほど函館で行われた1レースとこの阪神1レース2歳未勝利戦、今日は2つ1レースで組まれています。今週は2歳戦新馬戦が7クラ未勝利戦3クラの10クラ、風はありませんが今日は気温が上がりそうな予報、一面厚い雲が覆っている阪神の朝です。落ち着くのを待って、ちょっとゲートの中で落ち着きのない馬もいますがゲートが開きました。まずは7番のエイトラックス、2番コパナアマンダと遅れました。バラついた飛び出しから1番フェンダー好スタート好ダッシュ、まずは1馬身半前に出ます。2番手9番のナムラエイハブが外、中には8番のモアリジットです。その後1馬身差5番ノリピー4番手、その外に3番の湘南マントル外回り構成と出ていきます。先段5頭の後ろから3、4馬身開いて4番のコンテナワールド、さらに3馬身差6番ハヤブサソンタ君、3馬身4馬身開いて7番エイトラックス、後ろから2頭目最後方2番コパノアマンダ、縦長の隊列が3コーナー回っていって3、4コーナー中間にかかります。前は1番のフェンダーが逃げました。リード2馬身から3馬身ほど、8枠2頭2番手と3番手、内には8番のモアリジット、外には9番のナムラエハブ、ややペース流れているように見えます。あとは2馬身から3馬身差4番手インコース、5番のノリピー、外に3番湘南マントル、4番コンテナワールド、内から6番のハヤブサソンタ君、4コーナーへと向かっています。前は1番のフェンダーやや外に持ち出してリード4馬身から5馬身で短期直線コースに入りました。2番手は変わらずピンクの帽子2つ、内側に8番のモアリジット、3頭分外馬体は並んで9番のナムライハブ、しかし先頭までは5、6馬身があります。早いペースで飛ばしてきた1番フェンダーしのげるか、後続はまだ後ろ3馬身ぐらい離れています。2番手は8番モアリジットが上がってナムライハブ交代、7番のエイトラックスが4番手から3番手を伺って2番手接近というところまで来ている。先頭は1番のフェンダー、リードを3馬身から4馬身、2番手もモアリジット、先頭1番フェンダーゴリ、2着は8番のモアリジット、3着7番エイトラックスが最後上がったようで、内に9番のナムラエイハブです。早いペースで飛ばしていって1番のフェンダーが押し切りました。時計は1分35秒1ですが、上がりタイムはゴールまでの 800m が48秒8、600m は37秒2。